お疲れちゃんです、ロットです。今日ですね、こちらのラボレルジュやっていきたいと思います。というわけでですね、なんかちょっと前に大会があって、その大会でね、なんかこのデッキを偶然使う場面があったんですよ。で、使って見事ね、はい、勝つことができたという、まあ奇跡が起きたので、ちょっとこれ希望を抱いてます。僕はちょっと強いんじゃないかなっていう、はい、なので今日はマルチでね、こちらどんぐらい強いのかね、はい、試していきたいと思います。まあちなみに今順位はね、まあ551ですね。というわけでレッチゲー。さあ、というわけでこのデッキね、対空がね、まあ見てもらえればわかる通りメガ5しかないんですよ。そう、だからもう空来たらやばいよなーとか思う人がね、多分一般的だと思うんですけど、違います。メガ5がいます。はい、メガ5がいれば、もうなんなら、メガ5いるなら大丈夫やってぐらい、こいつ強いんでね、マジ空に。優秀なんで、もうメガ5だけでやっていきましょう。まあだから、インドラとかさ、なんだろう、スケドラとかガゴムレとかガゴとか、他のなんか薄っぺらいね、空来たら、全部エリジャイでね、はい、ゴーグルおじさんで溶かしていきましょう。なんでまあ、エレジャイとあと、メガゴいるなら大丈夫やっていうね、はい、気持ちで、やんでいきましょうか。まあ、ファイボーもあるしね、なんでもなんとかなりそうみたいな。意外とめんどくさいのは、コウモリとかかな。コウモリとか処理ができないんでね。さあ、ここね、普通は止まらないんですけど、僕のこのデッキだとね、止めます。しかもね、この、ちょっとミニペッカをね、相手陣地に送りつけてやろうっていう。この豚大量生産されるのちょっと嫌だなと思いながらファイブっちゃいます。いらんかったかこれ。まあでもこのミニペッカーもあえて無視しづらい。しかもなんなら一発殴れるんじゃね。カトン、いや熱い。さあ、全面戦争といきましょうか。どっちがサラチ対決強いのかって話なんですよ。俺に決まってるでしょ。あれでただのロイジェイですよ。俺やばいよ、だってラバルエリジェイだよ。まあ、どっちがね、マジで金5連のかって話ですよね。さあ。で、まあ、メガゴーマザネクか。高回転マザネクぐらいがちょっとめんどくさいですけどね。まあまあ、もうガン無視っすよ。あとは、まあ、トリトン冴えた時の、トリトンの位置によっては、エレジャイブッパとか、まあ、なんかあるっすよね。まあ、基本的にはね、やっぱエレジャイトリトンに弱いんでね、あんま出したくはない。さあ。で、まあ、マザネクだよね。さあ、これ5打てればいいんだけど、エリクサー的にちょっと厳しいんでね、一回我慢。一回我慢の防衛の人になります。さあ、一回防衛の人になりの。よいしょ。やばい。いや、マジで。いやー、いい延命だ。いい延命だ。さすがにそこまで来たら5打ちますね。よし。で、まあ、相手も一回低めから入れるしね。なんかユニットからまた入れるんでね。ちょっと、防衛の構えからいきます。さらば、メガゴまでつけて、ミニペッカあれば、なんとかなりそう。な気はしてる。気のせいか。トリトン来るか。いや、これさ、ワンチャルくね、そのウッドで。ウッドしたことによってさ、あなた終わんないっすか、もしかして。終わってくんねえかな。あなたウッド使ったよ。マジで悪くないこれ。いや、なんか残ってんな、メガゴが。いや、ミニペッカが、あれ、ほい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 、煽ってんじゃねえよ、ほら負けてんだよ君が。中森ゴールドです。あざます。さあ、奇跡的に勝てましたね。タワー残り6ぐらいしかなかったんですけど、まあ勝ちは勝ちなんで、はい。さあ、というわけで、ゾディアークみたいな、この人ね、エリジャイっす、ね、エリジャイじゃなくてエリゴレっすね。まさかの、なんかよくエリゴレ使ってるイメージがねあります。で、ちょっとこのデッキなんですけどね、マジで可能性感じてて。というのもね、こうやっぱラバルとか作っちゃうと、ここに施設とかをやっぱ使ってくれるんですよね。施設持ってる相手だと。そしたらね、あなたはエリジャイ止まんないでしょっていう話なんですよ。そう、まあ逆もしっかりですよ。エリジャイで攻めて、あなたはないでしょっていうね、エリジャイに施設使ったらお前バルーンどうやって止めんのよっていう話になるので、まあそういった意味では施設枯渇になるんですよね。さあ、これは回復しちゃうんでね、ライドラが。リークは出さないです。いやー、マジかよ。まあ、でも、ヤナメ使ったからな。これ、ヒーラーだけちょっと剥がして。いやー、ヒーラーだけやりたいな。いや、ヒーラーだけやってくれたらね、もう十分。あなた十分、あなた十分。しかも、ベビドランだけよ。取れたらもっと神だったな。いやー、でもこれ、エリアド取ってるんで、これマジラバル組んだら、一本折れます。はい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 。いや、いい強打だと思うんだけどな。で、これ相手、
多分トルネをどっちにしてくるかだな。キングにしてきそうだな。おー、ライトニングで守ってくるタイプか。え？ってことはさ、絶対コストじゃないじゃん。いっちゃいます。端前エリじゃん。え？ないよね。あ、これでエリ、うわー、なんかすっげーとこに出してくんな。ね、いやー、これね、まあ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 、トルネでキングにミニペだけね、吸いたいけど吸いにくいんだよね。ゴルナイ？いや、マジでやばいね。最近の、最近のエリゴレってこんなになったの？進化しすぎじゃね？俺の知らねえ世界のエリゴレになってんだけど。ライトニングと、やばくない？こんなエリゴレ見たことないんだけど。ピンチなんだけど。すごい。まあ、檻があったね。檻があるなんてことがあんの？逆に。ちょっとわかんないっすね。檻があるなんてことがある？ちょ、びっくりなんだよね。なんならここで檻使ってほしいみたいな。さあ、で、バルーン、ライトニングでね。さあ、まあ、しっかり、もう僕はチンパンするしかないんで。チンパンで頑張ります。トルネか？トルネしなきゃ結構入るぞ。結構入るぞ。いやー、ファイブ圏内。しかもこれなんならライダー飛ばすそう。やるくね？いや、しかも嫌な雨使った。え？マジっすか？勝っちゃっていいんすか俺。本当に？いや、なんか勝ったら勝ったでなんか変な気持ちになるな。ね、これやばくないですか？まあ、ミニペッカがええ味なんか出してんだよな、ミニペッカがね。最近マジで見なかったミニペがね。さあ、そんなわけで、またなんかエリゴレ使いっぽい人が来たな。知らんけど。いや、なんか、なんでなんだろうね。なんで意外と通るんだろうって。結局止まんねえのか。こんだけなんか、ね、ユニットとか攻めユニットいると、止まんねえんだろうね、相手からしたら。ね。それしかないよね。あとはまあこの、ミニペとか。このまあ縦線スキブっていうのもまあそこそこに強いキャラだよねっていう話だよね。腐ることはまずないからな。さあ、今んとこね、タルババだからな。タルババがちょっとわかんないっすね。いやー、まあロイジャイがちょっと濃いぐらいかな。これケツトリトンとか来たらもうゴーグル行きます言うて、レッツゴーゴーグル言うてね、おっさん走っていっちゃうよ。でも、ケツトリトンか、ケツマザネクぐらいなもんなんですよ。相手がするのはね。で、まあ、何出しても逆サイぶっ破されちゃうんで。まあ、一応の正解はラバからの雑戦だけど、いや、でも行かなくてもいいのか、別に。結局、2倍ダイマ入ったら俺なんか強いよな。ラバの下になってエリジャイ潜り込ませてね。なんなら風船もつけちゃって。どうやって守るのっていう話なんですよ。しかもファイブあるんだね。いや、行っちゃうか、これ。そろそろ行きたくなってきたね。我慢はね、あんましたくないんだね。まあ、でも2倍タイム入ってからの方が、まあ、安心安全のケツラバちゃんになるんだよね。まあ、一旦我慢か。あと10秒。15秒くらい我慢しようか。さあ、ラバはね、キングライン出すか、ここに出すか、2マス開けるかの。わー、ゴルナイ。エリジャイでよかったかもしんねえな。ゴルナイはちょっとめんどくさいね。え？心配ないか。俺が言えるかって言ってね。いや、めっちゃ押す、めっちゃ押す、めっちゃ押す。やばくない？最近のクラロワって、そんな押すの？じゃあ俺も行こう。まあ、ここはね、もう行くしかないですね。ひよったら終わるっすね。さあ、ライトニングでね、頑張っても防衛してます。でも、ライトニングファイブぐらいでさ、エリージャイのパンチと合わせて、結構飛ぶよね。いや、結構飛ぶんだけど、落ちてくんなきゃやばいよね。落ちてくんなきゃやばいけど、あ、でもラバ削りいけんな、これ。相手対空ね、もろくね？気づいた。相手対空、落ちんだ、さては。対空がね、落ちんゲーミングの人だ。いや、これバルーンつけたいんだけど、バルーンはね、マジ相手空いっぱいいるんだね。よし。いや、しかもこれパピーが残ってんのよ、俺。熱っ、これ。マジで。パピーが残ってて、あれ、ファイブ圏内です。おい、追いついたよ。トントンだがね、今これであなた、ワイト。
いや、問題はね、マジ、ゴルナイやばいっすね。いや、ゴルナイやばいのと、空もちょっとやばい。ここはね、行った方がいい気がするっすね。相手普通に、なんかバルーンの受けとかちょっときつめだから、まあ、攻めてからの後から防衛したいね。まあ、これなんか適当に溶かされんだろうね、結局。さあ、ミニペで俺も溶かしたい。トルネか？はいはいはい。まあ、コスト使わせて、まあ、ゴルナイ走る。いや、いいなんか来たな。いや、そっち行っちゃう？まあまあ、右側許容できるっすね。いや、ゴレ、アスケが一体頑張ってるね。いや、これは。鬼の、タゲ編。よしよしよし。いやー、そのライトニングはどうなんだ？これ、端前ラババルでさ、落ちねえかな？メガゴやばいかな？もうお互い、チンチンやな、この試合。すげえな。こんな守んねえことあるんだっていうぐらいの、お互いクララだとちょっと守ってないんだけど。チンチンやないかい、これは。はい。やばいね。まあ、こういうことになるんだね。まあ、俺がこれは悪いのかな、これはもしかしたら。俺がこうさせたまであるか。まあ、ちょっとベビーメガゴが辛かったんごね。つなげたー。デストロイヤー。強そう、怖そう。よろしく。まあ、なんか施設の人が来てほしいかな。なんかやっぱ施設1個の相手だとね、なんか楽に勝てる気がする。ユニットいっぱいいると、その分ちょっと対応されるのかなっていうイメージがね、知っております。さあ、タルババダクプリ。タルババダクプリか。まあ、ロイか。ゴレとか。うわぁ、すげえなん。陸デッキっすね。まあ、ペッカラムの可能性もあるし、なんかゴレとか、そういう系の可能性もね、結構濃いですね。なんなら。さあ、これもう低めミニペッカでね、内側から出したら俺、金ギドできたかもしんないね。さあ、これ、結構熱いんじゃないか。なんならエリジア行きたいけど、ここで冷静にケツラバで行きます。ぴょん！このミニペアレッセ一発ありますよ。ランボーですよね。来るっすよね。わかってます！さあ、うおー勝ちました。いや、自分がミスしたら笑うタイプの人間ね。お疲れ様でした。いや、これやばいっすね。ガチで熱い。今マザネクを多分ねぶん殴ったんすよ。マザネクぶん殴るは相当やるっすよ。なかなかのやり手っすよ。まあ、バルーンつけちゃうか、とどめにね。はい。いやー、きついよこれ。もう相手なんもできない。ガチでもう一枚ぐらい回して低め力とかか。さあ、きついよって泣いてますね。あー、これしかも俺が左エリジア行ったら君どうやって守んのって話じゃないですか。一旦行ってこようか。一旦ね、一旦行ってから考えようか。エリジア行って、あ、でも笑うしかない。俺もわかるその気持ち。これ多分相手フルムシだな。しかもこれ全残りのやつだ。あれで俺これもう攻めていいっすね。あれ、いや、だってあれやばくないですか。相手も前半ですよ。見えてるかな。ファイブ打ってあげて。俺しかもこれスケルトン部隊と盾の戦士あるんで、なんかゴルナインのダッシュされても何されても多分耐えれるんですよね、どっちかで。うい、やば、これやばい。なんか複雑な感じになっちゃう。なんか気持ちいいんだけどね。まあ、なんか勝てるときは勝てるし、勝てんときは勝てんって感じですかね。なんかやった感じ、防衛課題系のデッキはちょっと辛いね。施設取るねみたいな。取るねがね、やっぱ俺が攻め取るねねえ分、防衛取るねユニットが結構苦しいイメージがちょっとありますね。さあ、まあ、そんなわけでちょっと暇なんで、端前からなんかやっとくか。あー、いや、マジでこのベビドラやばいですね。もう遅延族しかいないですからね、ベビドラって。なんか増えたっすね、なんかそういう系が。まあ、アイスイズ強化がでけえのかな。あ、ごめんなさい、全然違った。でもここでバルーン来るってことは、フリーズとかの可能性もね、ゼロではないと。いや、もうペッカバルーンかボーラーバルーンか、あの、二択だと思いますね。ベビドラ ラバルーはね、いませんからね。まあ、こんな俺のデッキもいないでしょうけど。いや、まあ、アード的にはそんな変わんねえか。一旦が。
いやペッカバルーンだったらちょっと嬉しいかな。どうだろう。なんかバルーンがやっぱめんどくさいですね。あ、これエリジェでよかったな。俺なんでこの逆サイラマにしたんだろう。まあ別にいいか。縦線とかスケールで守れるし、運転に。あー、ラバルね。お前、一旦仲良くか。エリジェでこれ受ける方がいいのか。エリジェ受けたらさ、これさ、インドラが背中向けた時にさ、俺のエリジェがさ、溶かされるかもしれないんだよね。これ。いや、そうなの。で、これなんなら多分お互いだから、マジで全面戦争します。やべえ、これ間に合うかな。これやばいな。クラローじゃねえこれ。なんだこれ。これまあ俺がエリジェ合わせなかったのが悪いっすね。やばすぎるこれ。ちょっと今のはダメっすね。やったっす。おとなしくエリジェから行きましょう。ちょっともう何出されてももうラバ出す心になってんだよね。ないこういうのも。もうとりあえずラバ出すみたいな。とりあえずなんか来たらこうするってもう決めちゃってるんですよね。そういうのもティーに。さあ、まあ、でザッピオくんか。ザッピウッドはキョロイカロイカ死にたいロフグでなぜかタルババじゃなくウッドにしてるぐらいの人しかわかんないな。ザッピウッドちょっとレアですよね。まあレアだよ。いや、レアだな。いや、苦しいんだよね、それ。もうこれエリジェで全浮きしようかな、あれ。いやー、もしかしてまたワンパンされる俺。この、ね。スケキンのスキル。ああ。みんな、守ってこないんだね、一旦。さあ、一旦守ってこない人が、ちょっと最近ね、増えているという事件ですが。ああ、これやばいかな。まあ、舞台になったところでみたいになるか。さあ、トリトンで頑張る。おお、頑張るね。これ相手コストないんで一旦バルーン飛ばして降りたいっすね。まあこれスケキンぐらい来るとちょっとめんどくさいかな。まあスケブかワンチャンのファイブ防衛。ああ、いいコストがちょっと間に合いませんよねと。まあスケルトン舞台ちょっと嫌ですけどね。まあスケブスケキンありますね。これラワ出した瞬間にティティーンって広がるように出てくるやつですね。いや、なんでこのキングだけ落とされないように。うん、あれ、なんか俺は思ってたんじゃないの。なんか軽いな。さあ単体ロイはね全然いいですね。まあキング落とされんのかな、これどうだろうな。まあマザネクだけちょっと嫌だよねっていう感じかな。さあ早く打っちゃうか。相手体育いた。で、まあ俺も守んなきゃいけないんで、まああとはトリトンとか変なところに出てきたら、ああ、いたなー、そんな化け物みたいなカード。いや、ガチきちいじゃん。ああ、スケキンよりか。なんかいたっすね。いや、マジこの、スケキン抜きがさ、ちょっときちいんだよね、普通に。まあ、ちょっと頑張ってもらってね、俺はメガゴに。ちょっと働きすぎぐらいで、過労死してもらいながら。よいしょ。イェーイ。いや、いい蓋。からのミニペッカ俺一生温存してるからね。いや、バルーンつけちゃいます。つけてから考えようぜ。あれでこれ守りたいんでしょ。守らせたくないよ俺は。2発ぐらい入るな。いや、熱い。なんならこれもう一発落ちれば勝ちやで。あ、落ちねえか。真ん中エリジェはまだか。真ん中エリジェの時代はまだか俺。これもうトリトン警戒してさ、あれ、もしかしてだけど、もしかしてだけど、LG が止まんねえんじゃねえぞか言って、待って、ガチで止まる。え、止まるタイプ、もしかして。え、止まっちゃった。やばいやばい、待って、ガチやばい。いや、これはもう行くしかなくて、止まらないんで。うん。で、時間対決で俺の方が、勝っちゃうんだな。危ねえ。いや、これは、俺はちょっと危なかったですね。はい、最後ちょっとねヒヤヒヤしましたけど、俺の勝ちってことでそこそこに勝てましたね。まあということで、まあそこそこに勝てたんですね。まあそこそこに勝てたけど、まあやっぱなんかきつそうな相手にはきついよねっていう感じでしたね。まあでもこういうデッキはなんかね、やっぱこう意外となんとかなっておもろいっすよね。まあ結構陸強かったり、まあ空もこうエリジェイメガレなんとかなったりね、
そう、大逆転とかも起こりやすいデッキなんだね。まあそういった意味でね、こう使ってておもろいデッキっていうのだと思うので、はい、ちょっと皆さんもね、気になれば、すごい使いにくいですけど、使ってみてください。よければチャンネル登録もね、よろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。